2018年8月16日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第4163話、ドアの開閉。エニグマかもしれんど、ドアの開閉について。何年かに一度、前後左右がランダムになるんだわ。あっと思った時は、その機会が来てる。幼稚園に上がる前の2月が初めてで、それ以来、ドアに触らない習慣がついた。幸い男だから、体調に気をつけたら便所のドアを、通る回数が抑えられて助かる。でも、寒い季節は不可避なんだよね。一度だけ中学で、廊下と教室の全土急走&通常人を震撼させたこともあるよ。俺じゃなくて、ドアがね。季節柄、ドアによく触るのが静電気の季節になるから、開閉の向きと静電気の関係も有無が判然としない。小3の時を最後に、開閉のおかしかった時はドアをくぐってない。ドアの向こうに違和感は何もなかったが、そんなドアはくぐりたくないからな。ネットで見つけた怖い話。第4164話、かすったもの。流れも読まず祖母から聞いた話を一つ。幽霊系じゃないけど、祖母の父、つまり私のひいじじは中部地方出身であるお寺の近くに住んでた。少年時代のある日の夜、ひいじじは近所の子たちと一緒にお寺で肝試しをした。ここにはご本尊の下に真っ暗な空間があり、そこを一回してご利益を得るというのが今でも残っているが、これでわかる人いるかな。肝試しもその空間を利用したらしい。内容は簡単なもので、明かりを持たず壁伝いに中を一回するというもの。これは割とすぐ終わった。すると今度は、誰かが、本堂の周りを一周しよう、とか言い出した。でも夜だし真っ暗で、よりも長い。明かりなんてほぼ皆無。みんな尻込みする中、ひいじじが名乗りを上げ一人で肝試し第二弾に出発した。遺産で出発したひいじじ。でもやはり、本心ではかなりビビっていたらしい。とにかく早く一回しようと思って急いでいた。と、その時、何かがひいじじの肩を、スーとかすったのだ。植物や布とは明らかに異なる感触にびっくりしすぎて、振り返ることも何事か確認することもできず、ひいじじはできる限り急いで残りを走破しまっていた友人たちに泣きついた。友人たちはその話に半信半疑ながらも、とにかくみんなで一緒に見に行くことにした。本堂の周りを歩く子供たち。そして彼らは発見した。木からぶら下がる人の姿を。お寺ということで、なるべく仏様の近くであの世に旅立とうと考えたんでしょうね。シャレにならんほど怖いかはわからないけど、自分的には怖くてたまらなかったです。ネットで見つけた怖い話。第4165話、観葉植物。霊感なんてないと思ってたけど一人暮らしである日普通に寝てたら、ドンって大きい音が鳴ったのね。ですごい怖がりだから布団かぶってブルブルしてたんだけど耳鳴りだけで。静かだったのでビクビクしながら部屋の電気つけたら50センチメートルくらいのテレビの上に置いてた観葉植物の鉢が、部屋のど真ん中に横たわってて土とかずざーっとなっちゃってたわけ。脅かしやがってと思ったらその観葉植物の鉢は CD30 センチメートルほど縦に並べた後ろにあったわけ。だけど、縦に30センチメートルほど重ねられた CD は全く崩れてないんだよね。要するに誰かが持ち上げて真ん中に叩きつけたか宙を浮いて真ん中に落ちたとしか考えられない。そのことに気づいて大慌てで夜中の2時だったけどすぐ近くの実家に駆け込んだわ。怖いから忘れてたけどその部屋姉ちゃんも以前住んでて金縛りや首絞められただとか言ってた。
って芸能人の自殺現場行った後からって言ってたのも今思い出しちまった。ネットで見つけた怖い話。第4166話、白い少女と白い犬。眠れなかったから投稿する。前のレスで霊感ゼロの俺が昔に白い少女の幽霊を見たかもって話を投稿したんだが、その続きみたいなものね。あと、結構長いんですんません。俺が通っていた小学校は、100年以上の歴史がある。そんで、やっぱり七不思議ってものもあるわけだ。その七不思議の中で特に噂されているのが白い少女ってやつなんだ。今回は親父から聞いた話。親父は俺が小2の時、ビータの会長をやっていたんだが、そのせいか、人柄なのか、学校の先生とも仲が良くてさ。そんで、先生たちの中で仲のいい A と B がいたんだけど、その二人と一緒に学校で酒を飲んだりしながら、2階のコンピューター室で話し合いっていうか、飲み会をしていたらしい。一応ここで先生の説明をしとこうと思う。A は俺の姉の担任で、この学校に来てから10年近くになる先生で学校のこともよく知っている先生。B はあんまり話に関係ないから W736/2で飲み会をしていたんだが、深夜の1時半くらいにビールが切れてしまって、親父がビールを取りに行ったんだ。ビールは1階の給食室っていうのかな、そこにでっかい冷蔵庫があってそこに冷やしてあったんだが、1階に降りた時、なんとなく寒気がしたんだって、外は雨が降っていて、1階は2階に比べて冷えてるかなとしか思わなかったらしい。でも今度は、給食室の前まで来て、また寒気を感じたんだそうだ。しかし、ビールはこの中だしなと思い、扉を開けると中に何か白い人の形をしたモヤモヤがいたらしい。その時は、酔っ払っていてよくわからなかったらしく、とりあえず、ここには何もないぞって言ったら、消えたんだって。それで、ビールを取って2階に戻る途中あることを思い出し、職員玄関に行くと白い犬がまだ外で座っていたらしい。犬は昼間からいたらしく、外は雨降っているから少しは中に入れてやろうかなと思ったんだが、全く入ってくる様子がないので、それで何かあげれば入ってくるかと思い、コンピューター室に戻ったんだって。そんで、コンピューター室に戻ってきて A と B に犬のことを話し、何か食べ物がないか聞くと、A が平まだいたんですねー。てか、もうないですよ。T さん、親父、がさっきほとんど食べてたじゃないですか W。それにビールはどうしたんですか？何やってんですか？役に立たないな W。といろいろ言われ落ち込んでいると、B が本当はダメなんですけど、給食で余ったパンならと言ってくれたので。まあ食べ物はなんとかなり、白い犬がいるところに見向かったんだそうだ。玄関に行くと犬が外に座っているのが見えたから、パン持ってきたぞ。って言ったらマジで中に入ってきたらしい。で、おおって感動していると犬がパン加えたままいきなり廊下の方へ走り出したから、おいこら。って言おうしたら、犬が走っている廊下の先に白い少女が立っていて、白い犬が白い少女に駆け寄ると犬は吸い込まれるように消えてしまい、そして、最後に、もう消えてしまったんだって。それで、コンピューター室に戻りさっき見たことをまた A と B に話すところ、A が の子ですか。おかっぱの子ですよね。何回か見たことありますよといろいろ知っているようなので、親父は A に白い少女のことを聞いてみたんだ。A は本当にそうなのかわからないし、聞いた話によるとだなぁと言い放してくれたそうだ。40年以上前にかな。この学校給食が大好きな女の子がいたんだ。その子の家は、貧乏だったらしく、普通にご飯が食べられないことが多かった。でも、給食は学校に行けば必ず食べることができたし、毎日、お腹が空いていたその子は、とても給食が美味しかったんだと思う。と話を切って、だから、その子は我慢できなかったんだよ。と言ったらしい。ある日、大雨が降ってそれが2日3日続いたんだ。
大雨のせいで川が増水して危険だから学校は休みになっていたんだが、その子の家は、貧乏だったせいか傘もカッパもなくて雨が降ったらその日は、仕方なく学校に行かせてなかったらしく。でも雨は、なかなか山添への食料もほとんどなくても。それでも我慢していたけれど、どうしても我慢できなかったんだろうね。母が気づいた時に遅く、雨が降る中、学校に一人で行ってしまったんだ。学校が大雨で休みになっていることも忘れて。給食が食べたい一心でね。でもね、その子が学校に来ることはなかったんだ。雨が止んだ次の日から捜索隊が出され、やっと、川の下流であの子の水死体が見つかったそうだ。あの白い少女があの子かどうかは、わからないけど昔そういうことがあったことは本当だし、もしかしたらね、トエイの話は終わった。親父この話を聞いて思ったらしい。ビールを取りに行った時見た白いもやもやは白い少女で、給食を取りに来たんだと、でもここには何もないぞって言ったんから消えたんだと。そして、あの白い犬は、少女と一緒に来て少女が学校から出てきるのを待っていたんじゃないかと。それで、俺がパンを持っていてみた。あの光景は、何も手に入れられなかった少女にパンを渡しに行ったのか。だから消えるとき、笑っていたんだな。これが親父から聞いた話。文もちゃんとしてないのに長々とすまん。でも、また何か聞いたら話したいと思います W。ダメ文だけどよろしく。あっても親父たちが見た白い少女っておかっぱなんだよな。俺が見たのはロングのサラサラだった気がするんだよな。まあしっかり見たわけじゃないし。わかんないな。じゃまたの。ネットで見つけた怖い話。第4167話、白い服の何か。リアルにあった話。俺は、今大学3年、もうすぐ4年。で、2年前の大学1年の時に友人 A と2人で深夜のドライブをしていた時の話。俺の大学はすごい田舎にあって、ちょっと都会っぽいところに行くためには車で1時間ほど走らせる必要があった。その途中にはひたすら続く田畑、車のライトをつけないと全く何も見えないぐらい真っ暗な山道とかがあって、その日は友人 A とその都会っぽいところで遊んだその帰り道だった。時間は確か夜12時ぐらいだったかな。ライトをつけないと全く何も見えないぐらい真っ暗な山道に入ってから車で15分ぐらい走った時、俺は、突然道路左側の堀に何か人影みたいなものを見た。俺、うわぁ、どうした？わら、俺、いや今、左側の堀に白い服を着た何かが立ってるように見えた。そんなもの見えんかったけど？俺、マジ？それに道路全体を見てるはずの運転手の俺がそんな目立つもの見てないはずないだろ？俺、確かにそうだな。続き、その日はそれ以降その話題は上がらなかった。確かに、何も見えない真っ暗な山道の、しかも車で15分もかかるようなところに人がいるわけないよな。でその時は思った。ちなみに俺は、幽霊とかオカルトとかは全く信用していなかった。それから2年の月日が流れ、あの時のことは驚くほど完全に忘れていた。それを思い出したのは大学3年の10月の時、あの時とは違う友人 B トレイの都会っぽいところに行った帰り道のことだった。俺、そういえばさ俺1年の時にちょうどこの辺りで変なものを見たんだよね。わら、B、わら変なものって？俺、何か今日みたいに真っ暗な夜のことだったんだけど、A とドライブした時、左側の堀に人影っぽいのが見えたんだよね。B、へぇ？人影ねぇ、ちなみにどんな服装だった？俺、確か全身白かったはずだよ。顔の位置は肌色だったのは覚えてるかな？ B、そっか。俺、どうしたん？ B、いや、それにすごい近い話を聞いたことがあってね。俺、
どんな？ B、 1年前、友人 C と友人 D と友人女 A の4人でドライブに行ったのね。その時は今日みたいに真っ暗は山道を走ってたのを覚えてる。突然女 A が、け、今左の堀に白い服着た人がいた。って言ったんだよ。その時は誰も信じてなくて、俺も信じてなかった。女 A のちょっとヒステリック気味な雰囲気がちょっと不気味だった。俺、え？それってまさか。けど俺の場合はもう2年前の話だぜ。時間が違いすぎる。B、でさ、俺、ん？ B、俺もさっき左側の堀に白い服を着た何かが立ってるのを見たんだよね。俺、え？嘘みたいな本当の話。ネットで見つけた怖い話。第4168話、事故物件に住む。事故物件っていうのか、友人の親が不動産屋やってたんだが、過去自殺や不審死数件あって、出る？って話の部屋借りてみた。家賃が格安っていうか、ほぼ無料。共益費と水道代のみ。最初は友人が住んでたんだがやっぱり出るといい。俺が引き継いだ。しばらく住んで PGR しようと思った。住んだ初日から頭痛、吐き気、おかんでそれが良くなった頃はうつなってた。部屋にいると前の住人らしき男が生活しているのを感じた。自分の部屋なんだが、そこに前の生活が重なってるみたいに見えた。ベッドに寝ながらその男の生活を眺めていたりした。完全に狂ってた。リビングには10センチくらいしか開かない回転式の窓があった。なぜかそのストッパーを工具で外して全開にしてみたりしてた。その頃は幻聴もひどかった。主に生活音の幻聴部屋にラジオないのに、ずっとラジオの音とか。ある日、部屋は、9階。なんだがその窓から身を乗り出してた。腰のところからぐっと乗り出して外を見下ろしたら下に人間がいた。今ここから落ちたら確実にあの人とぶつかるな。そんなこと考えてたらいつの間にか自分は窓から飛び降りていた。下の男が顔を上げて俺たちは目が合ったと思った。あの顔は忘れられない。気がついたら病院だった。俺は、5階の自分の部屋から落ちて、本来開かない窓を金具外してたので、事故というより自殺と思われている。下に止めてあった軽自動車に落下。下見た時にはカロなんかなかったと思う。骨盤と足首、肘を骨折、人にぶつかったと訴えたが、俺が目があったと思った下にいた男は存在しなかった。前の住人だった友人も駆けつけてくれた。日に日におかしくなっていくので心配してたと言った。精神的に言ってた俺は、9階に住んでいると思い込んでいた。実際は5階だった。5階の部屋で不審死自殺は一件もない。垂直上の9階の部屋の話は本当。ただもうずっと空き室。ただ同然で部屋を貸してくれたのはその部屋が友人の持ち物。分譲リース。で、その友人、男、は俺にした心。つまり持っていたからだと、霊が出る。と嘘ついたのは怖がらせて泊まりに行く口実狙いだった。あと悪乗りだったと。部屋を出た理由は単純に、恋人と暮らすからだった。それで一番寒気がしたことは、俺と友人の前、5階の俺の部屋に住んでた男は、マンションの下にいて、9階から飛び降りた奴の巻き添えで大怪我をしたこと。本当に怪我で済んだのか、実はあの時死んでいたのではないか。聞いても真実は答えてはくれないだろうし、それから友人とも疎遠になった。俺が狂ったのか、あそこに何かあったのかわからない。今は、幻聴とか全くない元気にしている。ネットで見つけた怖い話。第4169話、不審なおっさん。昨晩の話。深夜2時ごろ、寝つけなかったんでタバコ買いついでに近所のコンビニへ。1時間近く漫画や雑誌読んでたんだが、その間、僻地なので客はほとんどいなかった。もちろん、
家族に開門しに来る人もいたけど、長居してたのは俺ともう一人。作業服着て武将ひげの30代くらいのおっさんだけだった。おっさんに気づいたのは立ち読み始めて数十分後だったが、おっさんは店内うろうろしたり、車でタバコ吸ってたり今思えばかなり挙動不審だった。まあ別段気にせず、眠くなってきたので、そろそろ帰ろうかと思い、大学の後輩のバイトくんとレジ前で軽く雑談。会計後の帰る直前、後輩に、〇〇さん、読み聞きをつけて帰ってくださいね。と言われ、意味不だったが了解しきたく。寝ついた直後、警察からの電話で起こされた。ま、両派コンビニ強盗だったんだが、後輩曰く曰く。なかなか帰らない俺をおっさんが睨みつけたり、かなりイライラしてた様子だったらしい。刃物で脅してきたらしいし、さらに長居してたらやばかったかもな、わら。ネットで見つけた怖い話。第4170話、倉島ひさゆき。ひさゆき？ひさるき？そういうのがネットの都市伝説っぽくなってるみたいですね。私も昔の記憶の中にその名前覚えがあります。動物好きな人には不快な話、飛ばしてください。885。私の家では昔から猫を飼っているのですが、そろそろ避妊手術を、と思っていたメス猫が、家出をしてしまって、帰っては来たのですが、妊娠してしまいました。それで子猫が生まれて、私と弟は必死になってもらい手を探したんです。小学校の生徒2学年構わず猫いらないって聞きまくりました。そして6匹生まれた子猫は、だんだんともらい手がつきました。子供全部もらわれるのは母猫がかわいそう、ってことで、1匹だけ家で飼うことになったんです。子猫たちもおっぱいからご飯になって、トイレも自分でできるようになって、いよいよ1匹2匹ともらわれていき、うちで飼うことになった1匹除く、オスメス兄弟の子猫2匹も、ある日、急にお迎えが来ました。猫を迎えに来たのは見知らぬ男の子でした。その時間、家には私と弟だけでした。映画もらってこいと言った。と彼はやってきました。多分5年生くらい、私が6年で弟が4年。どちらとも同級生ではなかったので、それより上にも下にも見えない。だから A さんの5年生の弟なんだ、そう思ったんです。A さんとは同級生でしたが、普段あまり話したことはなく、その弟が説明もなしに私の自宅まで急に来たので、よく映画わかったなぁ、と不思議には思いましたが、その時はそれだけでした。男の子は子猫を見て、嬉しそうでもなく箱に入れて帰りました。すごく嫌な感じがしました。翌日。学校へ行った私は、A さんに猫のことを聞いてみました。どうしてる？って感じで。すると A さんは、なぜか私を避けるように、適当な返事をしてどこかへ行ってしまいました。それから話しづらくて、何週間か経ってしまいました。せっかく猫もらってくれたのに、変だなぁ、可愛がってもらってるのかな？と、とても気になりました。その頃、私は、持病があって、週に2回病院に行くため学校を抜けて母と町を歩いていました。ある日、クリニックに近い繁華街を歩いていると母が、あ、A ちゃんいるよ、学校どうしたんだろう、と言いました。見ると、A さんと、あの男の子が歩いていました。男の子が先になってどんどん歩いて、A さんはしょんぼりと歩いていました。その男の子が振り返って、A さんの頭を殴りました。私の母の顔色が変わって、A さんたちのところに駆け寄ると、あなた、何してるの？この子叩いて、A ちゃん今日学校どうしたの？などと問い詰めました。男の子は、びっくりするような声で、ババア、とか殺すみたいな捨てセリフで、逃げていってしまいました。A さんは泣いてるし、何か事情ありそうだし、無理に家に連れて帰るのも、と、
私たちは3人で、近くの喫茶店に入りました。あの人誰なの？どうして一緒だったの？ A さんは、下を向いて何も言わないので、あの子は A さんの弟だよ、と代わりに私が答えました。すると母はすごい目で私を睨んで、バカなこと言うんじゃないの、あの人は大人の男の人でしょう。びっくりしたのは私の方でした。母何言ってるんだろう？と思いました。A さん、あの子は弟だよね、猫取りに来たもんね。すると母は、何あんたも知ってる人だったの？なんなのあの人？説明しなさい。と買い借り出しました。A さんは、私の母に一緒にトイレに行ってほしい、と言いました。泣いてばかりなので仕方なく A さんと連れ立って母はトイレに行きました。ずいぶん長く、二人は帰ってきませんでした。私も不安になり、もう限界だ、と思った頃、母と A さんは席に戻ってきました。A さんも母も青い顔をして、何も話さず、店を出て、家に帰るのかと思ったら、私だけ家に置かれ、母と A さんはどこかへ行ってしまいました。母が帰ってきて、私は、A さんのことを尋ねました。あの人は親戚なんだって、一緒に住んでいるらしい。でもおかしな人だから、あんたは絶対関わっちゃダメ。と言いました。何年生？と聞くと、だから子供じゃないって言ってるでしょ。と怒りだし、私は、それ以上何かを聞くことはできませんでした。そのことがあってすぐ、ある朝、うちの玄関に、子猫の首が置いてありました。見覚えのある、あの男の子にあげた猫たちでした。でも、うちにいた兄弟猫はもっと大きくなってる。玄関に置かれた猫の首は、まだ小さく、もらわれた時と変わらないほどでした。両親は学校に電話したり、何か相談し合ったり、家の中がおかしな空気になりました。そんな時、弟が、俺、ひさゆき、と話した、と言い出しました。ひさゆき、それがあの男の子の名前でした。どこで？学校で。ひさゆきは、あの猫たちは私たち兄弟の死んだいわりになったと言った。本当は私たちが事故で死ぬはずだった。助けるには、何か一番大切なものを壊さなければいけないと言った。弟はそう話し、何かすっかり、ひさゆき、が好きになってしまったようでした。私は、もう6年だったし、それが異常な話なのはわかりました。学校を休みがちになった A さんを見かけ、無理やり話しかけました。あの子は本当は子供じゃないの？何なの？とかそんなことを。すると、ひさゆきは子供じゃない、ひさゆきはひさゆきで、私とも関係ない。急に怒り出し、私は、突き飛ばされて叩かれて、喧嘩見たくなってしまって終わりました。そしてそれから、今に至るまで A さんとは会っていない。家族みんな引っ越した、とか、精神病院には行っているとか、不穏な噂が学年で流れ、ひさゆきに連れて行かれた、という学校の七不思議みたいな感じになりました。それでその後は、そんな話はすっかり忘れていました。かわいそうな猫たちのことは時々思い出しましたが、今となっては本当に私たちの猫だったのかも不確かです。ネットで、ひさゆきひさるき、の話題がちらちらしだし、昔の不気味な思い出が蘇りました。最近になって母に、あの時のことを聞いてみました。A さんから何か話を聞いたのかとか。母が A さんから聞いた話は、ひさゆきは A さんの親戚とかではなく、暴力を振るわれている。どんな種類の暴力だったのかは、母の口ぶりで刺しました。心配した母は、学校に相談したり、A さんの家庭に介入したりしたのですが、何らできることなく、A さん一家はいなくなってしまったのだとか。あの子は、私たちには子供に見えていたけれど、お母さんは変だと思ったの？そう聞くと、どう見ても子供じゃなかったよ。体は非常に小柄だったけれど、母にしてみれば変質者とかその類に見えていたと。
久幸。他学校で話題になっていた頃、久幸と遊んだ子はちょっと自慢、一過性だったけど、半年くらい、久幸ブーム、みたいのがありました。倉島久幸、それが私の知っていた子のフルネームでした。これで終わりです。ネットで見つけた怖い話。第4171話、古代人の言葉。心惹かれた昔話。太平洋戦争も激しくなってくると、学生も動員され、続々と戦地に送り出されるようになった。ある東北の大学の考古学の教室に、学生ばかりが3から4人、せめて最後はここで過ごしたいと泊まり込んだ。その教室には考古学の教室らしく、古代人の骨や副葬品、埴輪などが所狭しと並べられていた。その日の夜、学生たちはその教室で古代人たちの声を聞いたのだという。お前たちは私らの骨を掘り起こしたが、お前たちの骨は決して人目に触れることにはならんだろう。この予言めいた古代人たちの話を聞いた学生たちの心持ちはいかばかりであっただろう。果たしてその学生たちが乗った輸送艦は、南方にたどり着くことなく洋上で撃沈されたのだという。ネットで見つけた怖い話。第4172話、マンタ坊。津波で壊滅した岩手県は陸前高田市の昔話。ある日、陸前高田の漁師たちは不良に肩を落として帰ってきた。家に帰ると女房にあれこれせっつかれるので、男たちは編子や肩を寄せ合って抱く酒を回し飲みしていた。すると編子や着物の前をはだけた女がやってきて、何のことかわからぬがこう言った。マンタ坊、早くしてくれ。マンタ坊、早くしてくれ。男たちは何を感じたのか仕方なく酒をやめて家に帰ると、女房たちは帯を解いて待っていたという。マンタ坊とは常世のものではないが、ただこういう風な予知をするだけのものらしい。今日のオカルトスレ。科学者。現代科学ではありえない、説明できない現象が多すぎる。そろそろ本気で霊能力研究しろよ。リンク。コメカリフォルニア大学サンタバーバラ校のジョセフ・ヘナウィ教授は、どの現行の理論モデルも、これらの物体の存在を説明できない。初期宇宙におけるこれらの発見は、現行のブラックホール形成理論に疑問を投げかけ、我々は今、銀河とブラックホールがいかに発生したかを説明する新たなモデルを形成する必要がある、と語る。いや現代科学がまだまだってことだろ。プラズマだろ。心霊スポットにプラズマクラスター置いてみ。空気きれいになるから。くすっときた W。思考停止のバカはすぐ霊や神のせいにして逃げる。10億倍がありえないってこと？星の年齢は重い方が短いけど、10億倍で10万は長すぎる気もする。まるっとお見通しだ。世界は火星で成り立ってるからね。そもそも星の重さって何なの？太陽なんか軽そうに見えるわ。質量。人知では宇宙を解明できない。科学も宗教も同じだよ。自然で起こる不思議なことに理由をつけてるだけ。顕微鏡があったかどうかの違いでしかない。ということは、科学で観測できないものがある可能性は十分にあるし、それが見つかった後には科学は馬鹿にされる側になるかもしれないね。科学は証明のために実験をするし間違いだったら間違いだと認めるけど、宗教は神を試すのはダメなんだろ？基準が間違ってるから結論に到達できんのやろ。量子力学とか全部そうじゃん。最近の物理学の証明には超単位の金が必要。科学を突き詰めていくと神の奇跡としか表現できないことが多いらしいな。そういうのも後の世では解明されんのか？
科学を突き詰めていくと神の奇跡としか表現できないことが多いらしいな。そういうのも後の世では解明されんのか？そもそも科学は、おっしゃる通り解明学で、科学が自然の先を走ったことはない。しかし科学が先走ったことは多々ある。神が宇宙を作ったとかはロス、わら。宇宙は無限に不変って常識ですが、わら。始まりなんてありません、わら。なんて言ってたらハブルさんが宇宙の始まりを証明したよ。これ見たら、どうでもよくなる。会社で隣の人が寝てたり、車で助手席の人が寝てたりすると、猛烈に眠くなるのは、何なんかね？科学で証明できる？車で助手席の人が寝てたりすると、猛烈に眠くなるのは、何なんかね？全くならんのだがなる人はなるらしいな。車内で彼女がうるさいからお寝かしつけようとしても寝たら悪いとかお父さんに怒られたことがあるとか。ここから来てるのか？同じ空間にいるんだから同じように眠くなるのに何の不思議がある？酸素不足。もらいあくびってのは聞いたことあるけど、そういう理由だったの？締め切った部屋で酸素不足。ミラーニューロンちゃうか？他人と同調してる。サイコパスはもらいあくびはしないらしい。おい、やめろ。俺がサイコパスみたいじゃないか。てか、これマジ？もらいあくびなんてしたことないけど、普通だよな？他人にあんま共感しないタイプなのか。それか周りに心許せる人物がいないとか。科学ってのは、この世の仕組みを知るための方法の名前なの。仮説を立てて確かめて結果をみんなに知らせて確認してもらって。これは間違いなさそうだってことになる。その結果をもとに次の仮説を立てる、威嚇理解し。でもある時、ちょい待ち、これなんかおかしいぞ、と立ち止まって。振り返っていくつか前の仮説に戻って、どうやらここから間違ってた。ぽいってことで、その起点から別方向でやり直す。必ず確認作業してから次に進むのが科学。たまに間違うけど寝てヘペロ。一方、宗教とかオカルトは、確認作業しない。確かめもしないで断言する、これが違うとこ、全然一緒じゃない。なるほど。最近確認が甘くなってない？ダメな時にはダメだったねと言えるのが科学。言わないのが宗教。未だのうすら解明できないんだから。宇宙なんて無理無理無理のカタツムリよ。一例だけ出して多すぎるとか言われても。バグじゃね。観測ミスってるだけだろ。霊能力もすべて量子力学の世界で説明できる。かもしれない。オカルトスレの住人に聞いてみたら、たまにヤバいやつおるよな W。丘住民は今アセンションで忙しいから聞いても無駄だぞ。科学は万能だけど現代科学は、まだ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 ってことだろ。水素水とか妊娠菌信じてるのは脳みその病気を心配するレベル。ちょっと前までは人類が空を飛べるなんて誰も信じてなかったんだし。焦りは禁物、すべての事象は科学で証明できると思う。今現在も木星では風速数百キロの生産の嵐が吹いてるとか信じられる？タイタンではメタンの海と氷の火山が噴火してんだぞお前ら地球でぬるま湯つかりすぎ。創造主って言ってもな。我らのように人の形はしてないだろう。プログラマーかもしれんで。この世界はプログラム。この世は仮想現実。この世界が仮想現実であることを示す証明式。神道の神様は人間型じゃないっけ？イザナギ&イザナミもアマテラスも、
キリスト教でも人は神に似せて作られたとか言ってるけど神がいたとしたら血も涙もないよな。姿形は人に似てても中身は。それは人間の作った小説の話だろ。実際の神はマザー2のリーグみたいに何かしらの空間や数字かもしれない。死んで終わりなら、先祖供養も墓参りも無用だよな。じゃ死んだらどうなるか、誰にもわからない。わからないけど供養とか墓参りするのは死んだ後の恐れからか。でも人間普段の生活態度が重要だけどわかってないのが多い。すべて生きている人間、自分のため。死んだ人間は何しても喜ばない。生き残っている自分の心の折り合いと納得が先祖供養や墓参りの理由。自称霊能力者の嘘つきが少なければ多いと解明されてたんだろうね。哲学によって、わかるものが科学になり、わからないものがオカルトになる。科学はオカルトを解明するために追いかけている。科学とオカルトの二重螺旋によって世界は更新される。意識のハードプロブレムすなわちアートマンに科学的メスを入れることで、宇宙原理ブラフマンにより近づくことになる。すべての物理法則が意味なくなる特異点とか、かっこいいよな、結局この宇宙での法則発見しただけで、ブラックホールの先には法則が違う別の宇宙あるかもしれない。霊能力なら100年前からずっと研究してるよ。でも全く成果ないもんだから今は超能力研究の方がまだ進んでるよ。分解者とかプログラムそのものだしな。生きてるうちは寄りつかないのに。生命活動が停止した途端発生する。真空とか寒冷地なんかには寄りつけないけど、いざそれが解除されれば隙を見て腐らせに来る。二重スリット実験で証明された通り、この世界をシミュレーションするシープの処理を節約するために見てないところでは細かいことは端折ってる。つまりこの世界はバーチャルゲーム。死んだ人間の精神エネルギー。そんなものはないが、と生きている人間の精神エネルギー、どちらが強い？生きている人間が5万人いる野球場で、ただの外野フライがホームランになったことがあるか？霊がビデオや写真に映るなら、テレビ局には霊がいっぱい集まって、ピースサイン出して映るばかりで放送もできなくなる、わら。自我があるから死が怖いんだよ。すべての宗教、科学、文化は死の恐怖から逃れるために発達する。この自我がある上での死という重枷他の生命を奪って食する人間にのみ意識するものでだから死までの有限の時間を大切しなければならない。引きこもりニートなどもっての他や、自我がなくても死は怖いよ。わい、未だに電波が謎。なんで目に見えんもんが空中飛んできてテレビに映像をくっきりはっきり映すんや？あれオカルトやろ、オメガ。宇宙よりもものすごく大きい人が、実験して観察するために、宇宙に穴でも開けたんじゃねえの。それを神というのかもしれんけど、まあ人間の体内の細胞のさらに小さい分子レベルより小さい素粒子レベルに銀河が存在するかもしれんな。足元の地球の中がどうなってるかもわかってないからな。実際に深く掘ってみたら今までの仮説とは違うものが次々出てくる始末。気温は太陽により近い高地の方が低いのはなんで？空気だって暖かい空気は上に行くはずなのになんで山の方が寒いん？太陽と地球の距離は1億5000キロ。何千Mの山に登っても誤差にもならない。暖かい空気が上昇するとはいえ、下から順番に温めるから地表から離れるごとに気温は下がる。初期宇宙で発見したとはどういうこと？その光が地球に届くまでの時間を考えるとビッグバン理論から考える宇宙誕生の初期にそれはすでに存在してた？っていうことかね。だから、何か理屈の辻褄が合わない部分が出てきたとか。ブラックホールは星が巨大化しすぎて爆発した後にできるわけだが、
それだけの質量が集まってブラックホール化するまでの時間を考えると、ビッグバン以前からすでに存在してたことになってしまうと。確かそれはビッグバン直後は光の速さは今より速かったって説明されてたような。まあ多分仮説の一つなんだろうけど。アインシュタインも神様を信じてたけどアブラハム系の。全知全能の神で人格神ではない。アインシュタインの信じてたのは、スピノザの神。つまり半神論。そうなんだ。勉強になったわ。後で検索してみるかな。こいつら適当なこと言ってるだけだろ。なんだよ太陽の10億倍重いって W。小学生かよ。宇宙だからな。全知全能の神様を証明するのは無理だと思うが、そもそも、なんで神が全知全能である必要があるのか。半神論とかそっちの方の方向に行くと思うけど、そもそも、全知全能で人格神の神を証明しようと。すると、どうしても強引な主張にならざる得ない、宇宙を北海道くらいの大きさだ。とすると、地球などビータマくらいの大きさだろ。なぜビータマくらいの大きさの星にいる微生物くらいの大きさの人間のことなど気にしなく。てはいけないのか。俺が神なら、そんなもの気にもしないけど。霊能力ってのも人間に解明できてないだけで、実際は何かしらの物理的法則に基づいてる可能性大。よって解明できないものに、解明されてないものぶつけても無意味なんじゃないの。人間ごときが全部解明できるはずないじゃん。だから AI がやるんだろ。AI だって所詮人間が作り出したも。おしまい。